ウーマンチュー交流事業ということでですね、海外からお越しになったウチナンチュの皆さんと、うるま市主催の、ね、交流会が、あったんですけども、そこのですね、私司会と、歌の方の担当で、まあ初のこの、まあ、なんていうのかな、沖縄のお祝い事の司会はよくやったことあるんですけども、そういった行事の司会進行というのが初めてで、そしたらプログラムいたら9プログラム9つぐらいしかないのに対して、まあ、なんということでしょう、時間がですね3時間公演なんですよ、休憩なし、わーおーと思ってプログラム見てびっくりして、内容聞いてさらに驚いてっていう感じだったんですけどもね、まあ、そういう感じで、昨日は司会と歌の方歌いましたけども、まあ歌はね10分15分で終わるんですけど、司会3時間じゃないですか、もう大変で、そしてですね、ゲストコーナーにはですね、うるま市の市長さんも飛び入りで民謡を歌ってくださったりとかして、すごく盛り上がりました。で、また海外からペルーの方、アルゼンチンの方、そしてアメリカ、ニュージーランドの方、そして、あとはですね、私のゲストもコーナーもあったりと、市長さんが歌ったりと、本当に幅広くでフラダンスを踊ってくださった方もいたりとか、もういろんなジャンルで幅広く舞台が進んでですね、もう会場にはたくさんの地元のうるま市の人がうるま市のどこどこに住んでましたとかって言って来てくれてて、そしたらインタビューを私ちょっと会場内したんですね。そしたらすごいんだ沖縄って、やっぱインタビューしてる時に実は私がアメリカのテキサス州でね、講演した時にお世話になった人なんですって言ったら、うちのお母さんのいとこのまた親戚であったりとかね、偶然にもこの子はうちの親戚なのよみたいな話が、いろんな話がつながって、またここであーって会場内でもとかっていう感じでね、すごく歓声が上がってみんなでびっくりしたりとかしてたんです。その後もこの会が終わった後もみんなで交流しましょうということで、婦人部の皆さんがね手作りでちょっとおやつサーターアンダーギーとかそういったのを焼いてきてあげてくれて、でお茶を出していただいて、そこでまたちょっとしたおしゃべりをしたりとかしてね、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。本当みんな明日帰るんだという方もたくさんいらっしゃったんですけども、また5年後にですねこういった開催ができて、そういった時にまた私も少しでも皆さんの力になれて携われたらいいなと思いました。とても何か充実したすごい一日でした。すごく疲労感はちょっとあったんですけどね慣れない仕事で、でもそういった関わりが持てたことがすごく私にとっては嬉しかった一日でしたね。さあではでは、今週もね、楽しい時間を過ごしていただきたいんですけども、この番組ではメッセージの方も募集しております。ですが今日はですね、収録のためちょっとメッセージの方を受け付けることはできないんですけども、来週ねまた皆さんといろいろまたお話しする際にメッセージをまた送っていただけたら嬉しいなと思います。こちらの方はですね、ユーストリームの配信も、しておりますので、ユーストリームではラジオの方をね聞くことができますので、ぜひユーストリームでも聞いていただけたら嬉しいなと思います。ツイキャスの方もね今日はちょっとお休みさせていただきます。さあではここで、平梢の一曲聞いていただきましょう。平梢で会いたくて、聞いてください。
ラジオでサーユイサモーレ。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております。理想のマイホームを持ちませんか？ひな建設はお客様のイメージに合わせた設計施工でお気に入りの家作りをお手伝いします。新築リフォーム耐震調査まで家族に感動と安心を。 937-6680 ひな建設。サンゴに囲まれた心休まる空間、豊穣な沖縄の海を味わう大人の隠れ家。お得な宴会プランもご予約受付中。お問い合わせは 937-2135 クスノキ通り沿い沖縄市役所近く、諸国飲み食いどころ紫サンゴ。海外から直接買い付けしたおしゃれアイテムが店内にあふれる夢のような空間。一つ一つのアイテムに向き合える居心地の良さはあなた専用のクローゼットのよう。沖縄市三里カムカムしか向かい、大人のためのセレクトショップクローゼ。新築、リフォーム、店舗改装などは真受け材木店にお任せください。木の香り、木の安らぎ、木のぬくもり空間を演出。手作りの椅子、テーブルなどの販売も行っています。有限会社バウケ材木店。今注目のカフェレストラン、アメリカンキッチン。ローズガーデンの姉妹店、アメリカンでカジュアルな店内。食材にこだわり、安くて美味しいパンケーキや、創業当時より人気のエッグベネディクトなど、充実したカフェメニューが満載。朝8時から夜10時までオープン。沖縄市山内、アメリカンキッチン。また君に。沖縄民謡ポップス歌手の平梢梢です。私、平梢梢の CD が Amazon で購入できます。森正明プロデュース、また君に恋してるウチナーグチバージョン、サーユイサモーレ、絶賛発売中。はい、では今日はですね、ゲストコーナーを設けました。素敵なゲストの方がお越しいただきました。今日のゲストはですね、私のサポートでも、よく、お手伝いをしてくれております三線演奏者の白間龍太くんです。どうも。皆様こんにちは、白間龍太です。はい、なんか改めてこんなって話すと変な感じだね。変な感じです ね、 ね、電話で話してるのが楽だね、ちょっとね。そうですねでもやっと僕この番組来れた気がします。そうですね、1年越しぐらいですね、はい、もう FM 小沢さんも初めて来ました。ねえ、なんか場所で、なかなかね、はい、中部でに来る機会が、そうなんですよ、龍太くんあまりないと思うんですけども。住んでるところが名古ということで、うん、そうねなかなか小沢にはね。そうだよね、東村のね、東村の出身でね、はい、知ってますかね皆さん。わかるんじゃない？なかなかヤンバルにドライブ行くときとかさ、東って言ったら沖縄東しか言われないから。あ、そうなんですか。あ、この辺ではパッ中学校どこって言われたら、あ、そっか、
あ、じゃあもう結構耳なじみないのかな。改めてね、ヤンバルの東村出身でございますので、うん、ツツジ祭りとかが ね有名だからね。あとはパイナップルと宮里愛ちゃんが有名ですからね、うん、あ、そうだね。次に白間龍太が来たらいいんですけど、ね、あ、もちろんさ、もうそこはもう、まあ、今からということでね。いや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 、もうすごくね、幅広く龍太くん三線演奏ね、あの活動してるんですけども、はい、あの私のライブではいつもね、あの三線の演奏のね、サポートをお手伝いしていただいているんですが、はい、あの龍太くんすごくね、あの三線を弾くときと喋ってるの雰囲気が私違うわけよ。そうなんですか、うん、あれいい意味ですかね。いい意味だよ、なんかさ、すごく三線弾いてるとすごくクールな感じだわけ、はいはいはい、いつも気取ってますね、完全に、ね、あ、気取ってる。もしかすると見た目がちょっとね、うん、あのまあ、ラジオなんでね、ちょっとイメージになるんですけど、うん、ちょっと今金髪で、そうね、金髪、ちょっとまだまだチャラいと言われるんですけど、あ、そう、だからですかね、三線なんか弾いてると、え、三線なのみたいな、他の楽器とかと思われるってこと。そう、だから他の専門学校の自己紹介の時にも、うん、まあ、音楽してますと言ったら、うん、みんな完全にロックバンドと思って、ああ、そうかもしんない。そしたらまさかの民謡してるっていう、ね、ギャップっていう。それはそうかもしれない、ね、ロックバンドかなんかやってんのかなって感じだよね。ちょっと怖いっていうイメージがなんかよく、まあ、下の子からですけどもね、言われて、ちょっとチャラいみたいな、チャラいとかっていうイメージはないんだけどね、私すごくクールなイメージが三線弾くときにはあって、だけどそのオンとオフのスイッチが切り替わってる龍太くんがいて、私の中ではね。そうそう、普段はもうすごく話しやすくて、え、龍太くんあのさとかって言ってて、はい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 、ね、喋ってる感じでも普段もそんなおしゃべりではない感じ、龍太くん。どうですかね、私が言うとこだからだと思うんだけどさ、仲いい人とは結構喋るような感じはしますけども。うん、最初人見知りなのかな、相手に合わせるっていう感じですかね、もしかして。ああ、その人その人。あ、じゃあ人の心をつかむのがうまいんだね。いやいやいや、知ってる詳しいですから、ね、知ってる詳しい。いや、龍太くんのね、はい、あの三線を習い始めたきっかけとかってちょっと聞きたいなと思ったんですけど。僕は母ちゃんですかね、うん、お母さん。一応母ちゃんが、うん、まあ、島唄協会っていう琉球島唄協会、まあ、嘉手納の方にあるんですけども、うんうん、の、まあ、会員教師をしていたので、うん、まあ、自然と、だから5歳ぐらいで、一応プロフィール上は5歳から三線やってるということで、うんうん、まあ、母親の影響で習ったっていうことを言ってますけど、うんうん、多分3歳ぐらいから、その前から、あの親が言うにはですよ、この村内放送とかで民謡流れると、うん、こう、あのクッキーの空き缶をですね、太鼓代わりにして、その音の鳴る方へ走って行ってたよということを、最近もよくあの突っ込まれてですね、好きなんだね、だ好きだったので、まあ、自然と母親のこう民謡、まあ、ショーもやってたので、このステージについていったりとか、うんうんうん、そういったのが多分環境だね、きっかけで、そうですね、自然と、うん、なんだ、きっかけは何かって言われたらもう母ちゃんとしか言えない。そうだね、お母さんがそういった三線とかやってるのを聞いて、うん、もうこれが日常にあったんだよね、龍太くんの中にはね。そうですね、また父ちゃんも好きで、うんうん、で両方のおじいちゃんばあちゃんもあの三線ちょっとまあ触っていたので、うん、あ、じゃあ結構じゃあ音楽にはもうね、馴染んだ生活だったんですね、まあ、うん、三線に関しては恵まれていたのかなと、うん、そうですね、はい、いや、じゃあやっぱそういう環境の中でやっぱ三線を弾くようになって、はい、で、龍太くんは高校もね、うん、ハエバル高校っていう芸能コースがある高校をね、選択して行かれてますけど、はい、郷土文化コース、はいはい、これは龍太くん東村から通ってたの、ハエバルまで。さすがにね、毎日2時間もかけてられませんので。そうだよね、多くね、4時間などが、まあ、その近くにアパートを借りて、うんうん、まあそうですね、一人暮らしという形で、うんうん、だからこの高校もハエバル高校ということ自体知らなくて、実はそういった郷土文化コースがあるって知らなくて、うんうん、結構ギリギリで、うん、あのパンフレット見てたら郷土文化っていうのがあって、なんだこれと思って、うんうんうん、で、まあ、いろいろ読んだら、まあ、そのそういった授業があるよっていうことで、うん、もうすぐ親にここ行きたいっていう、うん、もう泣きながら説得してましたね。もう親としてはやっぱ近くに行ってほしいのと、そうよね、まだまだ高校生まではね、金銭面的にもやっぱり、うんうん、いや、あそこ行かなくても三線はできるんじゃないのみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、僕としてはやっぱりなかなか今でこそ三線ってこうね、若い子たちたくさんやってますけど、うんうんうん、僕なんかの時はまだまだこの同世代でやってる人が少なくて、浸透してなかったですよね、うん、僕も三線やってるっていうのは周りに言ってなかったんですよ、うん、まあ、バレてますけど、自分からは言うのがちょっと恥ずかしくて感じだったよね。そうそうそう、私たちの時代の時、だからこの早川高校
のことをした時に、あ、もしかしたらみんなこの郷土芸能が好きな人たちが集まるんだったら、うん、もう絶対そこで行った方が楽しいっていうのはもう勝手にイメージして、うんうんうん、そうだと思う。それも絶対親の反対を押し切ってですね、うんうん、行きたい行きたいって言ってもどうにか説得して、あの父ちゃんに高校入試3日間、うん、2日間か、うん、あの高速で送ってもらって送り迎えを朝5時東村出発してもう大イベントだ ね、 ね、家族総出のね、はい、うん、でそれで見事合格して、ね、早丸高校にね、早丸高校でね、今はね本当に後輩たちもすごいたくさん、うん、活躍してるメンバーも出てきて、ね、結構出身校の方多いですよね。多いですね、もう先輩方もたくさんいらっしゃいますし、それこから芸大にね、うん、あの入学またをして進む方もたくさんいらっしゃいますし、はい、でりゅうたくんはでも音楽のさ、ジャンルも幅広いよね、民謡だけじゃないじゃないですか。まあ、あの紹介も、ね、していただいたように三線奏者っていう形でも活動してますけど、まあ、本来はね、あの民謡島唄を歌って、うん、この自分のちょっとアレンジをね、バンドアレンジしながらやってますけども、うん、結構サポートっていうこのお仕事といいますかね、うん、あのお話が多くて、うん、まあ、小杉さんは民謡ですけどポップスですけども、うん、本当にロックバンドとかこれまで、うん、レゲエダンスとかですね、へ、頭津軽三味線とか、うん、あのトンコリでしたっけ、アイヌの楽器とか、もうなんかいろんな、もうすごいたくさんのジャンルをやってきましたね、今まで。うん、その中でなんか一番面白かったのとか、うん、印象に残ってるのとかある？レゲエダンス、レゲエダンスすごそうだね。まあ、有名なアイバンさんっていうダンサーがいてですね、まあ、お友達なんですけども、うん、一緒にもう急遽なんですね、やろうってことになって、うんうん、どっちかっていうとダンスのアドリブなんですよ、レゲエダンスっていうのも。なんか気持ちをこう表現するっていう、その雰囲気に合ったダンスを踊るっていう、そうですね、みたいな感じで、うん、なので、まあ、ちょっとお互いじゃアドリブでやろうってことで、うん、あの朝の4時方ぐらいですね、この、そのライブハウスの中で、もうアドリブでセッションして、うん、でお客さんももう超盛り上がってですね、4時までいたってこと、お客さんが。僕もいましたね僕もいましたけど、ね、4時までずっとそれがなんかすごい、あのやっぱり音楽ってやっぱりそう、まあね、譜面とかって決まったのもいいんですけど、うんうんうん、作り上げたのも、うんうん、やっぱりそういう場に合ったこういうセッションっていう形がすごい好きで、うん、だからそういったのがやっぱり結構今まで思い出深いかな、うん、やっぱね、うん、やっぱ人間だからさ、心から出るものを奏でて、それでね、お互いの気持ちをね、意思の疎通をし合うって、はいはいはい、音楽でやるっていうのはすごく楽しいことでね、それはやっぱりやった人にしかわからない、そうですね、うん、ね、思いとかいろんなのが残るから、はいはい、すごくね楽しかったんじゃない、じゃあ ね、 ね、本当にだからたくさんのジャンルにこう携わってきて、うん、もう本当に前までは民謡しか聞かなかったんですけども、うんうんうん、それからいろんなこう音楽を取り入れるようになって、自分自身も聞いて、うんうんうん、自分の楽曲にも入れたりとかですね、うんうんうん、結構刺激的な感じでしたね。いやでもさ、うん、1日にさ、なんか BGM の楽曲をさ、はい、もう十何曲と、ね、録音したりとか、はいはい、すごいハードな日々を過ごしてるじゃない。レコーディングっていう仕事も結構いただいてて、うん、本当ですよ、もう1日3時間で25曲とか。25曲もう恐ろしい数ですけどね、はい、3時間でもは結構あれはね、もう定期的にやってるものなんですけども、うん、それはもう民謡以外の楽曲も含め、いや民謡前まではちょっとポップス調の曲もあったんですけど、うん、今回はちょっと沖縄の歌に絞ってやってますね、うんうんうん、いやすごい、はい、いやすごいパワフルじゃないと、対応力がないと絶対できないと思うんですよ。あのやっぱり譜面の世界だったり、うん、クンクンシの世界だったりするじゃないですか、音楽って、はいはい、でそれ通りにやるわけにはいかなくて、うんうん、やっぱりね、あの対応力っていうのがないとなかなかそういったものには対応していけないと思うんですね、はいはい、なのでそれを備えてるりゅうたくんはすごいなと思う。いつも私もね、ちょっと無茶ぶりをしたりとか、りゅうたくんごめん、これこここうなんだけどって言ったら、あ、オッケー大丈夫ですよって。もうそういうの大好きですから、どんどん言ってもらえたら本当とかって勝手に変えたいぐらいですからねいやでもね、本当その決まったこう譜面 の、 この長さの中でどうこう自分の味出したりとか、うんうんうん、まあ、バンドメンバーさんのお互いのこう良さを出し合って、こういい意味で喧嘩するとい う、うんうんうん、っていうのもやっぱりせっかく生バンドなんで、そういったやっぱ出した方が絶対ね、その時だけの、まあ、音楽っていうのあった方が絶対いいと思うし、まあ、そうね、生バンドに、あくまでもボーカルさんを、ね、立てるためですけども、 ありがとうございます、はい、それが大事です、うん、
いや本当にね、そこまで考えてね、演奏者としてあの演奏してくれるってことは本当に私たちボーカリストにとってはすごくありがたくて、あの心強くて、もうね、そう歌ってれば演奏者の皆さんがね、あのバンドの皆さんが私の呼吸に合わせて本当に演奏してくれて気持ちよく歌えるっていうのはね、すっごく幸せなことなんですよね。この11月3日もね、はい、バンドでね、フルバンドで演奏だったのでね、こちらもね今からですけども、ね、大盛り上がりのこと間違いなしっていうことですね、はい、楽しみですよね、うん、はい、じゃあいろいろねちょっとお話を聞いてきたんですけども、はいはい、あの今後のイベント等のスケジュールはあの城間龍太くんの Facebook の方を、はい、そうですね、Facebook の方が、うん、検索していただいて、結構頑張ってまめにね、上げてますもんね。プライベートがたくさんあるんですけど、いやいや可愛い写真にも癒されてますよ、はい、私は。皆さんのお友達申請もありますのでお願いします。はい、ではね今日はね楽しいお話を聞かせていただきました。龍太くんに生で歌っていただけるそうで、はい、すいませんタイトルコールお願いいたします。思い出じゃ深い一曲で三弦よざれ節。はい、それではよろしくお願いいたします。歌の星かじん恋の歌かじん果てることねらんわね歌さ打ちよよざりごとしゃみにながち情けあるおたん人のびびのおたん和道ともてなちゅるわね歌さ恋人の道しゃみにながち歌に誘われて一丁の道やりば戻る道ねらんわね歌さ自輪しなさきん
シャミニナガチ、いやすごい渋い歌でしたね。ありがとうございます。いやかっこよかった。いやいや生演奏なんてこっちもね、いやいやいや、もうなんかすごいあの得した気分になりました。ありがとうございました。本日は城間龍太くんにお越しいただきました。今日は大変ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いらっしゃい、屋台赤道ラーメン。醤油、味噌、豚骨に塩はもちろん、特製辛味噌ラーメンもおすすめ。自家製麺でスープの相性抜群、肉汁たっぷりのシューマイ、餃子も大人気。創業20年余り変わらぬ美味しさ、屋台赤道ラーメン。こだわりの出汁でいただく日本そば、季節の食材でサクッと揚がった天ぷらを添えて、締めはそば湯でほっこりと。県産ブランド豚を使ったアグー天ぷらは柔らかく味わい深い一品。北中城島吹小学校入り口近く、日本そばと天ぷらの店桃庵。お父さん、ソレイユのカスタードパイが食べたいな。あそこのお店ね、注文してからクリームを入れてくれるんだよ。17年間同じ味でお母さんも大好きなんだってね。いいでしょ。菓子工房ソレイユ098-972-5611。 創業50年を超えました。県内唯一新体操用品取扱店。各種スポーツユニフォーム、オリジナル T シャツ、イメージ形にコンさんがお手伝いします。 937-2007 中央パークアベニュー入り口 DC スポーツ店。気軽に通えるパン屋さん、ベルガモット。美味しい安いをモットーに100種類以上の素敵なパンを並べています。生クリームを混ぜ込んだ無添加生地、こだわり抜いた美味しさでお腹も心もふっくら満足。ベルガモット揚げ田店、宮里店もオープン。また君に。沖縄民謡ポップス歌手の平梢梢です。私、平梢梢の CD が Amazon で購入できます。森正明プロデュース、また君に恋してるウチナーグチバージョン、さあゆいさもれ、絶賛発売中。平梢梢のお試し合点のコーナーです。イエーイ。さあさあさあ、今日はねツイキャスもユースともないから映像に映ってないと思うんですけども、はい、ラジオ聞きの皆さん、はい、今日はですねちょっとね沖縄初出店のサンマルクカフェの、クロワさんなんですけども、あのイオンライカムの方にねお店があるんですけども、ずっとなんか気にはなりつつもなかなか立ち寄れなくて、食べたいな食べたいなって思ってたんですけども、まあ今回ねちょっとあの時間があったので、ライカムの方に行きまして、サンマルクカフェの方でね、チョコ入りのクロワッサンをちょっと購入してきたんですけど、まあそれやそれや、先週はですねあの弁当が超ビッグすぎて美味しそうって話題になりすぎて、もうあんだけ食べたのって言ってて、もうフェイスブックでもその後までずっとねラジオ終わった後もいろんな話で盛り上がってたんですけども、さあ今日はデザートにしましたのでね、皆さんもね、お昼の後ちょっとねあの甘いものとコーヒーものが欲しい時間にはなってると思いますけども、今日はねいつもお話だけ伺っててなかなか食べる機会がなかったサンマルクカフェの、ね、クロワッサン、チョコ入りクロワッサンをね、ちょっと食べてみたいなと思います。いやね、まだちょっとあったかい感じもするんですけど、気のせいかな、私の手があったかいのかな。そうみたい。いやあのだいたいねちょっと小ぶりのクロワッサンっていうのかな、なんだけど直径が 12-3cm のねあのクロワッサンなんですけども、中にですね四角い 1.5cm ぐらいのチョコレートがですねドーンと入って、それをくるくるくるっていうのに巻いて焼き上げてるんですけども、今落ちてる皮をね食べてても、拾い食いをしてても、うん、パリパリした音が鳴ってて早くチョコのところ食べたいなーって今見てるところなんですけども、あーフライングメグーさんがもう食べてる。じゃあちょっといただきたいと思います。
何このサクサク、幸せだね。いやなんかさ、ご飯食べて、今実はね夕方なんですよ。その時間にちょっと甘いものも欲しいなと思ってて購入したんですけど、いやなんかこのチョコの甘さも最高、美味しいね。このクロワッサンとあのマッチしてる。いやクロワッサンもサクサクで、もう噛んだらねすぐパリ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 って音がね皆さんに聞こえてるかなってちょっと思って心配なんですけども、すごく美味しくて、隣にメイグさんは本気食いしてます。いや本当美味しい。ちょっとねなんか紅茶とかと私は食べたいなっていう感じかな。でなんかちょっとあと一つね、あのラムレーズンのあのクロワッサンもあったんですよ。で私好きな方なので買おうかな、どうしようかなって悩んでいたんですけども、今日はまずプレーンの、チョコを食べてからまた機会があったらラムレーズンにしようかなとかって思ってて、いやこれ本当幸せだわ。なんかこの時間におやつでいただけるって、もうメグさんねスタジオで今大変なことになってる、クロワッサンがバラバラに落ちて。皆さん食べるときにはあの下にちょっとなんか引いて召し上がった方がいいかもしれないですね。もう今掃除をしないといけないような状況までメグさんはあのバラバラにしてしまいました。今一生懸命拾っていますけども、私はそばでもう一回召し上がりたいと思います。おいしい。またねこの周りはパリパリなんですけど、チョコの入ってる中の生地のところはちょっとしっとりしてて、あの噛んだ瞬間に生地が縮むんですけど、またねすごいんだよね、弾力がピューンってパンが戻っちゃうんだよね。すごいおいしい。いや幸せなひとときですね、やっぱそういった時間っていうのはね。あの県外にはねあのサンマルクカフェって結構聞いて、私も東京とか行く時には寄ってみたいなとかって思ってたんですけど、なかなか寄る機会がなかったんで、まあ、また今度はねちょっとあの紅茶か甘いコーヒーを召し上がりながら店内でね温かいあのクロワッサンとね食べてみたいなと思いました。ぜひ皆さんもねチャレンジしてみてくださいね。さあではでは、今日のお試し合戦はもうなんか甘いのに私たちは満足して、メグさん今チンってなってますね、あの全部拾い終わりました。もうクロワッサンがバラバラになるぐらい落ちてしまって、危ない危ないって後で食べようって今片付けよった。はい、ではね、皆さんもぜひ機会がありましたら召し上がってみてくださいね。はい、ではここでですね一曲聴いていただきたいなと思うんですけども、あのなんか世界のうちなんちゅ大会で、沖縄の人が選ぶあの沖縄の歌でなんとティンサグの花が一番に選ばれたそうなんですね。それをですねなんとメイジェイさんがティンサグの花を披露したそうなんです。すごく大盛り上がりだったそうなんですね。なので私も、じゃあこの一曲をすごく大好きなので、聞いていただけたらなと思っております。それでは平小瀬でティンサグの花聞いてください。ティンサグの花よちみさちに染めて親のよしごとやちもに染めて君さちに染めて
ではここでスケジュールをね、平小泉のスケジュールのご案内をさせていただけたらなと思っております。はい、それではですね、まず11月のスケジュールはですね、沖縄の国際通りにあります、沖縄レストランエンターテインメント姫なんですけども、先月はですね本当申し訳なかったです。私の体調不良でですねスケジュール入ってたんですけども、1日しか出勤することができず、もうあれからずっとお休みをさせていただいておりました。なのでね、あの店内に足を運ぼうと思ってた方がいらっしゃったかと思うんですけども、本当申し訳なかったです、もうだいぶですね体調の方も復活しました。なので、あの昨日も歌いました、すごく元気に歌えたことが何よりも幸せで、あーやっと声が出て歌えるとかって思ってね、ほっとしたところです、そしてね、本日明日明後日も実はイベントはあるんですけども、もう放送の時にはねちょっと終了してるかと思いますので、今月の平小泉 の姫での出演はですね、11月は10日17日そして25日28、29の5日間ですね。10日、17日、25日、28、29の5日間ですね、ライブステージがですね7時半、8時半、9時半の3ステージとなっております。そして、関東近辺の方、平小泉のワンマンライブがあります、11月の21日、王子にありますハイビスカスにて、沖縄居酒屋ハイビスカスにて、そして22日ですね、川崎の方にあります瓶型という、こちらも沖縄居酒屋さんにて両日ライブの方があります。詳しくはですねこちらの方はあの平小泉のホームページか、もしくは平小泉の、フェイスブックをぜひ検索してご覧いただけたらなと思っております。久しぶりのねワンマンライブですね。1年ぶりになりますかねワンマンライブは。なのでもうね東京関東近辺はだいぶ冷え込んでるっていう話を聞いてますので、今日はねちょっと沖縄もちょっとだけ涼しいような天気ではあるんですけども、夜はちょっと風が出てきそうな感じでね、やっとなんか11月1日になってちょっと涼しくなったのかなとかっていうところなんですけども、関東近辺はだいぶ冷え込んでるということなのでね、またちょっとなんかそういった寒さもね、なんか沖縄にはない寒さも味わいながらちょっとライブも楽しみたいなと思います。そして21日のハイビスカスのライブはですね、三振横目博道と平小泉の2人のライブになっております。そして22日はですね、また君に恋してる作曲者の森正明がギターの方で参加します。なので、森正明さん、そして、横目博道、そして平小泉の3名で22日は、お送りいたします。なので皆さんね早め のご予約の方をお願いしたいなと思っております。はい、そしたらねもう手に達し次第満席とね締め切りとさせていただきますので、早めにね、ご連絡の方よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね11月19日はですねうるま市にあります、社会福祉協議会の方でうるみん祭っていうねイベントの方が行われます。そちらの方もね平小泉出演いたしますので、11月19日ですね、こちら土曜日になりますけども、ぜひ皆さんねスケジュールチェックして、皆さんが遊びに行ける場所にぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてちょっと12月になります。12月はですね少しちょっと先ではありますけども、でも1ヶ月しかないんですよね、12月の、10日土曜日、11日日曜日両日なんですけども、毎年恒例なんですけども、うるま市石川にあります多目的ドーム闘牛場のことなんですけどもね、そちらで年に1回行われるんですけど 2days 今回行われます。10日11日、竜神の宴というのが行われます。そちらにね平小泉も出演いたしますので、ぜひ皆さんよければチケット早めに、お問い合わせください。詳しくはですね竜神の宴で検索の方よろしくお願いいたします。こちらもねたくさんのアーティストが出ます。なのですごく見ても聞いても楽しめるステージになっておりますのでね、ぜひS 席がもう大人気ですから、早めにねチケット購入いただいて、皆さんね
後でいい席がなくなってるってならないように早めにご購入の方をしていただけたらなと思っております。さあではね、あっという間の時間で今日は初のちょっと収録でですね、ちょっと私もドキドキしたんですけれども、どういう感じになるのかなとかって、もう皆さん の, あのツイキャスの方でも反応もないし、もうスタッフのね、メイグさんと二人で、ああだねこうだねうんうんうんとかって二人で相槌を打ちながらの、ね、ラジオでね、本当にね聞いてる人がちゃんといるのかなとかってちょっと不安になってくるんですけども、はい、またね、来週はですね、来週の放送は11日ですね、は生で、放送いたしますので、ぜひ皆さん、メールの方メッセージの方もぜひあのお寄せください、またね11日は皆さんで楽しくまたお届けできたらなと思っております。さあそれではエンディングに近づいてまいりました、この番組は平こずえラジオでさゆさもれ、この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。バイバーイ、またね
こずえラジオでさあゆいさモーレはい今週もやってまいりました平こずえラジオでさあゆいさモーレのお時間です。さあ本日はですね平こずえちょっと出張のため本日の放送は収録となっておりますけども、皆さんとね、今日も楽しくお届けできたらいいなと思っておりますのでどうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。さあ今日の収録日がですね11月1日沖縄のね泡盛の日だそうですよ皆さん。はいスーパーなど行ってもね泡盛コーナーがねすごくあの賑わっておりました。いろんなお酒がずらーっと並んでいてね、何が美味しいんだろうなどういう味があるのかなとかって私は読むだけでしたけどもはいずっとこのテロップなどいろいろねポップなどを眺めておりました。はいなんかね世界のウチナンチュ大会がもうね、終わりましてでそれでまだね、各国に帰られてない皆さんが、まだ観光を楽しんでる方がいてお土産でね雨漏りコーナーの方にいてあこのお酒はとかってもう英語が飛び交う感じだったりとかね、ちょっとなんかアジアの言葉が飛び交ってたりとかしててあまだまだなんか世界のウチナンチュ大会が終わってもその後もまだちょっと余韻が残ってるなっていうちょっと街並みだったんですね、なので、今日もしかするとね、母国に帰った方もいらっしゃいますだろうしまだまだねしばらく滞在しますよって家族と過ごしますよっていう方もいらっしゃると思います、そんな中昨日はですね、うるま市の方でも文化協会さんの主催でですね、うるまんちゅう交流事業ということで